おどすー、くりちゃんです。今回のね、動画なんですけども、今現在北海道の札幌市に来ております。これからラーメンをね、食べたいと思っております。それでね、今回ご紹介するラーメン屋さんはですね、ただのラーメンじゃないんですね。北海道札幌市と言いますと味噌ラーメンになるんですけども、今回ご紹介するラーメンはですね、ただの味噌ラーメンじゃなくて進化系のね、味噌ラーメンになります。それで今回2店舗ご紹介しようかなと思ってるんですけども、この2店舗はね、経営者が一緒のお店なんですけども、最初のお店を行って、でその次のお店なんですけども、次のお店はね、名前は一緒なんですね。一緒なんですけど、2軒目のお店はね、お店の名前の後にナンバー2という形でね、お店の名前がなってるみたいです。それではね、一番最初の1軒目のお店にね、行きたいと思ってますので行ってきます。はい、お店の近くの方にね、来ましたので、まずはね、お店の外観の方からご紹介していきたいなと思ってるんですけども、それではね、お店の外観はね、こちらになります。はい、はい、お店はですね、雨は優しくさんになります。それではね、お店の方に入りまして、どんなラーメンなのかというところをね、ご紹介していきたいなと思っております。それではお店の中に入ってきます。はい、こちらがね、店内になります。ラーメン屋さんに見えないおしゃれな店内になっております。こちらは券売機になります。ここのおすすめは左上の白肝煮干しになります。味はいろいろあるんですが、味噌をチョイスしました。はい、ラーメンが届きました。ファーストインパクトとして、トッピングがとっても斬新なんですが、チャーシューの上にネギが乗って、その上にはペーストが乗っており、隣にはごぼうの天ぷらが乗ってました。ごぼうの天ぷらなんて合うんですかね。はい、それでは食べていきましょう。まずはスープの方から飲んでみたいと思います。いただきます。最初にね、煮干しの味がドカーンときまして、その後にね、味噌のふんわりとしたね、香りが浸ったスープでした。大変美味しいです。次はごぼうの天ぷらを食べてみましょう。スープをたくさん吸った衣とごぼうの香り、そして歯ごたえがとてもマッチしておりました。ごぼうと味噌ってこんなに相性いいんだなって、いやー、びっくりでした。お次は麺を食べてみましょう。麺はストレートの丸麺ですね。なかなかな太さのある麺です。それではいただきます。結構な噛み応えのある感じで、小麦の香りもしっかりとしております。麺にスープもしっかりと絡まり、とても奥深い味わいで大変美味しいです。ここでしか味わえない、非常にパフォーマンスがいい味ですね。お次は上に乗ってたペーストをスープに溶かして味変をしてみようと思います。溶かしたらこんな感じになります。まずはスープから飲んでみましょう。はじめからコクのあるスープで大変美味しかったんですが、このペーストでさらにコクが強くなりました。しかもマイルド感が増してめちゃめちゃ美味しいです。麺とのマッチングも抜群で、アクセントのシソも最高でした。これは頻繁に食べても飽きないと思うくらいのクオリティなラーメンでした。いやー、美味しすぎて参りました。はい、美味しいものは最後にってことで、チャーシューをいただきたいと思います。なかなか大きいですね。ではいただきます。ここのチャーシューは肉らしさを残した程よい噛み応えがあり、噛めば噛むほど肉の旨味が口の中に広がって、ご飯が欲しくなっちゃうほどの美味しさのチャーシューでした。最後は最高なスープだっただけに飲み干してしまいました。あ、ちょっと残してここにご飯入れておけばよかったな。ごちそうさまでした。はい、今ね、お店の近くの方に着きましたんで、2軒目のね、お店のね、ご紹介をしていきたいなと思っております。2軒目のね、お店の外観はね、こんな感じになります。はい、はい、
こちらがですね、アメヤ優しくさんナンバー2のお店になります。それではね、こちらのお店のねラーメンがねどんな感じなのかというのをね皆様にご紹介していきたいなと思ってます。それでは店内の方に入ってきます。はい、こちらは店内になります。こちらもおしゃれな店内の作りになってますね。はい、こちらはね1軒目と同じ券売機での購入になります。こちらのおすすめのラーメンなんですけども、ホタテ鶏白湯ラーメンになります。こちらのおすすめの味は塩なんですけども、今回はね味噌の味をねご紹介ということで、今回は味噌を注文いたしました。はい、ラーメンが到着しました。スープを見るとね白湯独特のとろみが感じ取れますね。トッピングは1軒目と同じごぼうの天ぷらにチャーシューが乗っておりまして、ホタテペースト、白髪ネギ、シソが乗っておりました。非常に綺麗なビジュアルです。それでは食べていきましょう。まずはスープから飲んでいきます。白湯ならではのとろみがあって、鶏の味わいから始まり、後から柔らかい味噌の味、香り、コクが口の中に広がっていきます。とても優しい味だったので、これはね非常に女性に好まれるスープじゃないかなと感じました。次は麺の方を食べていきましょう。こちらの麺はね1軒目のラーメンの麺と同じですね。果たしてこの麺とスープがマッチするのか楽しみです。それではいただきます。トロトロなスープなので、かなり麺にスープが絡まってきます。噛み応えがあり、小麦の香り高い麺なんですが、優しい味わいに鶏と味噌のコクが負けてないので、ちょうどいいバランスとなり大変美味しい味でした。次はごぼうの天ぷらですね。このスープとどうマッチするのか食べていきましょう。感想としてはね、スープが脇役的にごぼうを優しい味わいへ変えてくれるような感じで、とてもマッチしています。これもご飯が欲しくなってしまう非常に美味しいごぼうの天ぷらでした。お次はホタテのペーストをスープに混ぜて味変をしていきましょう。どんなマッチングになるのか非常に楽しみです。混ぜ終わった状態のスープがこんな感じです。はじめはトロトロなスープでしたが、濃度が増してトロットロになった感じですね。それではそのスープで麺の方をね食べていきたいと思います。麺にねスープがすごい絡みついてるのが分かりますね。それではいただきます。スープも麺も互いに主張してるんですが、ペーストが溶けたことにより男性好みな濃くて深い味わいになり、麺のずっしり感が増えました。これはやみつきになるうまさっすね。お次はごぼうの天ぷら。このスープとなるとやっぱりご飯が欲しくなっちゃう。もう脇役じゃなく立派なおかずになってました。いやーうまい、ごちそうさまでした。はい、ホテルの方にね戻ってきました。まずね1軒目のラーメン屋さんの方の感想をねお伝えしたいなと思ってるんですけども、まずねスープを飲みましたらね、煮干しがねガツンと最初に来ますね。その後にね札幌独特の味噌、この風味がね後からふわっとくるような形で非常に美味しいスープでしたね。これは次世代の味噌ラーメンとしてね大変ふさわしいスープじゃないかなと思ってます。次にね麺の方なんですけども、麺はねストレートの麺ですね。それで断面で言いますと丸型の麺でしたね。それでね非常にねコシのある麺でした。コシのあるというか噛み応えのある麺っていう形でしたね。はい、すごいお腹にねズシッとくるような麺でした。これがめちゃくちゃ美味しかったです。スープも美味しいですけど、麺の方もねスープに負けないぐらい美味しい麺だったと思います。それでね上の方に乗ってたね白レバーのペースト、途中でね味変という形でねスープの方に溶かしてね飲んでみたんですけども、煮干しとね味噌のねコクのあるこの2つの要素が加わって、もう最初からコクがあったんですけども、さらにねこの
レバーのコクが入るとコクがめちゃくちゃすごいです。これはね、若い人にはね好まれるラーメンなんじゃないのかなと思います。それでトッピングの方なんですけども、ごぼうの天ぷらが入ってました。これがね、このスープとマッチングするのかなと非常に疑問だったんですけども、食べてみたらね、あ、なるほどねみたいな感じになりました。ごぼうの味とね、この風味豊かなねごぼうの天ぷらとね、このめちゃめちゃコクのある味噌スープ、このマッチングがね合うんですね。いやー、食べてみたらびっくりです。はい、なかなかねラーメンのトッピングにごぼうの天ぷらを加えるというのはね、他の店じゃないんじゃないかなと思います。これめちゃくちゃ美味しかったです。ご飯があったらね、ごぼうの天ぷらをねスープにつけて、それをねオンザライスみたいな感じに乗せて一緒に食らうみたいな感じで、これ食べてもいいんじゃないのかなと思います。ぜひねこのお店にね行ってみた方はね、オンザライスやってみてください。もし食べましたらね、コメント書いていただけると私もね大変参考になりますので、ぜひぜひコメントの方をね書いてください。よろしくお願いいたします。私が食べなかった味噌以外のやつですね、これも食べてみた感想をねぜひぜひ下のコメント欄の方にね書いていただけると大変ありがたいので、よろしくお願いいたします。2軒目のお店ですね、阿部は優しくナンバー2さんのお店ですね。こちらのラーメンなんですけども、ホタテ鶏白湯ラーメンをね食べました。このお店の一押しは塩と言ってました。今回はね札幌味噌ラーメンの次世代ものという形だったので、味噌縛りという形で今回食べました。なので今回頼んだのは味噌味という形になります。でまずこちらのスープの方なんですけども、まずね一口スープを飲んでみると、めちゃくちゃトロトロ感のあるスープに、後からね味噌のね味がね鼻にふわーっとくるような形で、大変美味しいスープでした。それで麺の方なんですけども、1軒目のラーメンの麺と同じ麺だったですね。この麺はね私虜になってしまいました。これは美味しいですよ麺は。でね、この2軒目のね鶏白湯味噌のスープとね、これのマッチングもね非常に美味しかったです。それでね、このコクのあるスープにですね、1軒目と同じようにペーストがね上に乗っかってるんですね。でこれがホタテペーストになるんですけども、これをねスープに溶かしますと、もともとあったスープにねさらにコクが加わって、めちゃくちゃコクのあるスープに変わってしまうんですよ。これは病みつきになってしまう味ですね。大変美味しいラーメンでした。この2軒のねお店はね、次世代札幌味噌ラーメンという形でね、このねネーミングにね非常に合うラーメン屋さんだと思います。札幌に来ましたらね、このね2軒のお店はね私おすすめします。もしねこの動画がねちょっとでもね参考になったよっていうことでしたら、グッドボタン高評価の方をねよろしくお願いいたします。それとね、まだチャンネル登録の方をねまだしてない方がいらっしゃいましたらね、下にねチャンネル登録のボタンがありますので、ぜひともねよろしくお願いいたします。それではね、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてあざっすー。それではまた、バイバーイ。